東大の問題解くやつです。間違い探し、帰国子女見つけられるのか。でもそこじゃないですね。じゃないんですか。はい、東大始まりました。ムティチャンネルです。さあ、まりもさんです。はい。10回目ぐらいのリスケでようやく、はい、そうですねというかだって撮影予定かもう卒業しちゃってるしもうやばい、現役早稲田大学生じゃなくなったからサムネ変えなきゃ。そうですよ、現役早稲田大学生でやってきたのに、うん、卒業してしまったっていうですね。もう何の価値もないじゃないですか今ただの帰国子女じゃないですか。ただの帰国子女、やなーやなんじゃないですか。さあ、2月からやる予定だった企画ですよ、はい、もう4月です。やばいです、2ヶ月押しました、はい、何だったかというと、はい、東大の問題解くやつです。前に早稲田の理工は寝ながら解いてましたけど、はい、今回は東大の問題です。はい、まずですね、この難しいですか、森哲さん的に。はい、受験生たちが苦労する間違い探し正誤問題だ。これ基本的に飛ばす人が多いというか、飛ばすのもありなんですか受験で。まあ東大って時間ないんです本当に。ああ、なるほど。こうやってたら時間が足りないっていうのでやらない人が多い。はい、はい、では、 ありがとうございます。やっていただきましょう。果たして解けるのか。ちょっと待って、これ質問ないですよ。間違いを探してください。間違いって文法的な意味での間違いってことですか。そうですね、そのストーリー性じゃないってことですか。ストーリー性はまあ関係ないですね。文法上ちゃんと間違ってます。それを見つけることができるのか、やっていただきたいと思います。はい、スタート。おお、自分で言った、はい、帰国子女は見つけられるのか。終わった。さらりと見ればなんだそんなことかっていう感じだと思います。でもこれが合ってたとして運よく、はい、説明はできない。どこをどう直すかをちょっと、でも分かんないでしょそんなの勘っていうか、意味はもうやっぱ通じる。あ、全然通じますよ。そうそう、意味が通じちゃうんですよどこ見ても。うん、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。さあ、そんな中全く今の時間を使っても買えなかった答えをさあ確かに、はい、まず最初、はい、1問目ネイティブの、せっかく、でも分かんないですよ、読めない単語ありますよ。読んで、はい、Language is never neutralThere is no language which ambiguously 合ってるから大丈夫です。ambiguously に案がついてるだけですから。ambiguously brings peace and well-being to humankind. The choice of one particular language over another might be considered more neutral in a given context by certain speakers. This one language, however, could be considered a politically loaded and biased choice in another context and by other speakers.The English language has no exception to these social realities, although it's often unquestioned status as a global これ読めないです。Lingua franca ですね。Lingua franca might make it seem to be such。どういう意味ですか、Lingua franca。Lingua franca っていうのは、共通してる言語がない人たちが集まって、一緒にごちゃ混ぜの共通語を作るですね。それが Lingua franca。日本語で何て言うんですか ?Lingua franca。へフランス語話者と中国語話者が交易、うん、貿易とかした時に通じないお互い、うん、その時にごちゃ混ぜに、それ英語でいいじゃないですかって。だからそういう英語も分かんない、お互い共通語がない時にぐちゃぐちゃに、バーリーランゴチ、バーリーランゴチだけどごちゃごちゃになるのを、それリンガフラン、それが母国語になった子供たちがいたりするんですけど、その母国語をクリオールって言ったりします。へー、はい、言語学ではよくある社会言語学。はい、で選んだのが D ですね。正解です。やったー。で、はい、正解だった。はい、どう直しますか。English has no exception。違います。え、待って、language has no exception。そうです、is ですね。はいはい。英語も例外ではないですからね。あ、English is no exception ってこと？そうそうそう。The English language is no exception ってことですか？そうです。Oh. それが正解。Oh って。違う選択肢。だって、has no exception だったら、英語には例外がないって意味になっちゃいますね。うん、英語には例外がないじゃないですか。英語は例外である。そう、英語も例外じゃないですね。ああ。こういう風になるんですよ。英語もそうです。なるほど。
さあ次です、はい、2番さあ読んでください、はい、English as a lingua franca、はい、has often portrayed as a neutral medium between people who speak a different first language. In South Africa, English is far from a generally neutral medium, and I examined precisely the non-neutral and ambiguous nature of the way South Africans speak, hear, write, perceive, and interpret English ways of speaking in a lingua franca context. In fact, my major argument is that ambiguity is the least disputed, most defying, and yet insufficiently acknowledged feature of English as a lingua franca in the South Africa context. With context. South African context. Yeah. はい。さあ、これをどれにしたかっていうと、D を選びました。ああ、D ではありません。V of ing 合ってるな。わかんないです。答えは A です。A はどうですか？わかりそうなんだけど、ね。あ、is often。つまり、そうそう、has been じゃないといけないですね。is often は無理なんですか？別に is often でも OK ですけど。ね、あ、確かに。portrayed ってきてるから。確かに。受け身になってないと。でも、has been often portrayed。has often been か。has often been。でも、is often portrayed でもいいってことですか？はい、そうです。まあ、受け身になってないとおかしいですね、とにかく。確かに、has often portrayed は変か。おー、確かに。これは分かって理想だったやつ。そう、分かりそうだったです、うん、なんかオフンが挟まってるから気がつきにくいようにできてるんですけど、確かにハズビンオフンとかハズオフンビンだったらこうされてきた、こういう風に、ね、描かれてきた、でイズだったらよくこういう風に描かれるっていうんですね。確かに、はい、残念残念、いやここはね気づけるんですよ。森哲さん残念、なんで俺がはい、3つ目 Investigating ambivalenceAmong English lingua franca users is an opportunity to reassess how they view their linguistic and social belongings as they attempt to make sense of an ever-changing world. For a linguistic anthropologist, there is a benefit in observing these ambivalent positions and ambiguous dimensions by paying more attention to inconsistencies and seeming contradictory positions. なんかもう舌がそう今、はい、アナウンサーみたいな、はい、そうですね。Several languages have acquired lingua franca functions throughout human history, and lingua franca are utilized not only in international and cross-cultural contexts, but within national boundaries, such as South Africa. はい、どうですか、読んでてあれってならなかったですか？読んでてどっかつまずくと思うんですけど、文法上変だから。B か C か D。いやいや多いわB か C か D は多い。 A か E ってことはないですね。ないですね。よかった、はい、じゃあ B か C か D ですよね。そうですね。 There is a benefit in observing. There is benefit. There is benefit. There is a benefit. D! D です。やったー。どう直しますか？そうそう、それが分かんないから言わなかったんですよ、はい、Inconsistencies and ing は来ないじゃないですか。いや直しましょう。 ing をどう直せばいいですか？ Seemingly ですね。Seemingly contradictory positions ですか？はい、contradictory じゃないけどね。 contradictory。 そう、 seemingly contradictory positions ですね。 Seemingly は分かるんですね。うん、で contradictory って後ろ形容詞があるんで、うん、seeming は形容詞なんで書かれません。 seemingly っていう副詞がcontradictory を就職しますね。 seemingly contradictory、 矛盾しているようなうん、ふーんって。そう、 ing はダメなんですけど、そうです、うん、ly くっつけて副詞にするっていうのが答えでございました。わかりましたか皆さん？いやいやはい、次24 24 There are many different English lingua franca contexts in the world, but they're all marked by various levels ofcompetencies in the language among speakers. Language ideological frameworks position one variety, most commonly the standard, as これ一緒、これ私一生読めたことないんですよ。 Superior. Superior and dominant. The coexistence of such a standard English alongside non-standard and lingua franca forms create complex power dynamics, which are often racialized.We would be ignoring reality if an analysis of English lingua analysis of English lingua franca context were to exclude interactions
where monolingual native speakers interact with bilinguals and poor English speakers. My own conceptualization of lingua franca interaction is to some extent a type of communication characterized by much sociolinguistic variation, which serves as the platform of interaction by a group of English speakers with diverse levels of competencies. じゃあ一回スピーキングの練習もしますか。さあどれを選びましたか。 B 正解です。やったー。どう直しますか。さあ、いや、かんなんか音が違った。音が違った。ちょっとその文を読んでみましょう。ゆっくりでもいいので、okay. The coexistence of such a standard English alongside non-standard and lingua franca forms lingua franca forms create complex power dynamics。 どういう意味ですか、 power dynamics。 でもそこじゃないですね。じゃないんですか。もっと単純です、この文。カンマじゃないんですか。違う。この文の主語は何ですか。non-standard and lingua franca が主語じゃないですね。文全体の主語は coexistence。 そうですね。で、動詞が creates ですね、はい、ということです。 creates の S がありません。さ、え、すごい、塾の先生ってすごいですね。なんか答えを引き出してくれるっていうか。そうそう、すごいわ、プロ。はい、そうです、 S がついておりません。だから create はダメです、creates じゃなきゃいけません。はい、25番。My argument is essentially but not only about power and ideology, because these concepts have a fundamental impact to the politics of language. The various contexts in which I analyze the ambiguity of the lingua franca status of English are fundamentally based on a dialogue of unequal power relations. Much of these unequal power and politics is due to the simple fact that African people have been discriminated against throughout history. My argument is thus not only linguistic, but also about racial identity politics in its multiple forms, with a focus on English lingua franca communication. はい、さあ、どれを選びましたか？ワンちゃん、これかも。これかも。D を選んでる？え、でもなんか合ってる気がしてきた。合ってます、D は。もっとなんかもう単純な。これは日本人も気づきやすいですね。racial identity politics。 答えは B です。さあ、 B はどこが間違っているでしょう。これはね、日本人の方がすぐに分かる。 Have a fundamental impact. Have a fundamental to。 え、だがいらない。え、 Have an impact。 Have an impact to ですか。 Have an impact to 何々って言いますか。 On ですね、はい。Have an impact on、 影響するは to ではありませんということでした。ということで、難しかったですね。まあでも、全問不正解じゃなかったからよかった。今日は眠くないですよ。だって、え、全然眠くない。はい、だから目覚めてます。目覚めて。じゃあ次は和訳やってもらいます。日本に長いこと住みましたか。え、この間のさ、動画は、はい、まずまずな意気込み、あれ意気込み、まずまずな調子、まずまずな調子じゃなかったですか。あのアメリアタとさ、撮った動画。アメリアって、あ、だいぶ前のやつ。あ、そうそう、はい、昔のやつ。あれはどうでしたっけ。もう覚えてもいないですけど、なかなか、ま、前すぎてて、まずまずな感じ、まずまず。あ、和訳はそうですね、はい。今回はじゃあ東大の問題どうなるのか、はい、次回楽しみにください。え、次回なの、はい、今日やりたかった。いや、今日やりますよ。あ、やるの。もう裏だもん。動画が2本になるだけです。はい、2本目もお楽しみに。バイバイして。バイバイして。バイバイして。